オランダ分、アムロ銀行の現金自動預け払い機プラスとは、銀行のオンラインシステムで、すべてのビザクレジットカード、デビットカード、ビザトラベルマネーのようなプリペイド型カード、それに、世界中の主要銀行が発行したプラスのロゴが示されている、キャッシュカードに対応している、ビザプラスとして知られている、170カ国以上の100万箇所以上の ATM が、プラスにリンクし、 ネットワークを形成している。しかし、発展途上国など回線状態の良くない地域では利用できない場合も多々ある。プラス ATM は設置者である独立型の銀行ネットワークからビザのネットワークにリンクしており、利用できるカードの種類、ビザデルタ、ビザエレクトロンのマークが ATM などにステッカーなどで示されている。現在では1億4000万枚以上の専用の プラスカードが発行されている。プラスの最大のライバルはマスターカードによって提供されている。シリスである。プラスはアメリカ合衆国やカナダなどではローカルな銀行間のネットワークとして広く使われており、アメリカ合衆国のスタートナイスあるいはカナダのインターックのようなネットワークと競い合っている。インドやインドネシアでは多くの銀行間のネットワークとして利用されている。日本では 独自企画であることから、一般的な金融機関の現金自動預け払い機では完全対応しておらず、旧国営の誘貯銀行や流通系による対応が進んでいる。2002年の日韓ワールドカップに備えて、郵便貯金の ATM が国外発行のプラスカードに対応するように改造され、順次置き換えられたのを皮切りに2007年7月11日には、主に、 コンビニエンスストアのセブンイレブン店内で展開するセブン銀行 ATM で取扱いが開始された。こうした経緯により2015年頃までは銀行を掲げる店では国外カードが使えず日用品店や郵便局で対応している状況が外国からの旅行者にとって非常にわかりにくいためコンビニ ATM を営む銀行では英語や中国語などで記載された広告を 駅や列車内に出すなどして周知に努めていた。ありがとうございます。